チャオ、あっちゃんです。今日6月の13日かな、木曜日。あっちゃんの、あっちゃん家の晩ご飯。髪の毛か、鼻もね、黄砂がやっぱきつい。まあどうでもいいわ。晩ご飯作っていきましょう。今日はね、コロダイの塩バター焼き、塩バター香草焼き、それとささみの、あっちゃん茄子食べたいんだけど、子供はねお肉系がいいんだよ。ささみをね、ちょっと軽く炒めてみようかな。そんな感じで作っていきたいと思います。ではまず下ごしらえします。よし、下ごしらえしましょう。まずコロダイ、コロダイをね塩コショウしてちょっと置いときます。キッチンペーパーいいんだけどね、おい、けばだってひっつけばだこっちか、ひっつくやもんね。こんな感じにして、まず塩、塩して右側の方もね塩を、強めに塩して、でここにね、お魚のためのハーブミックス、でさーっとちょっとね、ハーブを小麦粉、こんな感じで、この後こんな感じで下をこれでちょっと置いてきます。で、次ささみ、ささみはね、ナスビとナスビとミスミとでやこうかなと思ってね。
こっちが、こっちだ。よいしょ。で、もうこれで完了。で、調味料、まず調味料を作って、まあ、水ちょっと 50cc ぐらいで、砂糖を小さじ2ぐらい、大さじ1だと多いかなぐらいで、お酒大さじ1ぐらい、大さじ1ぐらい、醤油大さじ2ぐらいで、黒酢大さじ1ぐらい、どうかなこんなもんで。いいわ。はい、これで、ね、スタミナアッチのニンニク一かけぐらいだったらいいでしょう。はい、これで準備完了じゃない。あと、ちょっと待ってね。
美味しい。はい、ね、あとね、ささみ。ささみをね、一口大に切っていきます。今日買ってきて、スーパーモリカで。4枚で、269グラムで、277円。ささみは怖くない簡単に筋がいいよ取れるんです。昔ささみの筋取らんなの知らんかって、そのまま食べてグリグリすんなって、美味しくないなってさ、硬いなって思いながら一生懸命噛んでんけど、噛めへんわと思ってたら筋は取るもんやって教えてもらった。数年前それまで知らなかった。っていうかささみ使わへんしね、基本。ささみはね、どれぐらいにしようかな。まあ、一口大ぐらいに切りましょう。これぐらい、斜めに。ささみがサブか、魚がサブかってどっちかわからへんだけど、まあどっちも半分サブの半分メインみたいなね扱いで作っていきましょう。では焼いていきましょう。はい、では焼いていきましょう。まずオリーブオイル、ちょっと多めにねオリーブオイル入れましょう。でニンニク、弱火でね、弱火でニンニクの香りを出しますよっ。その間にもう一枚フライパン出して、でここにはくっつかないシート、くっつかないシート、この面に食品を合わせてください。でここにね、あ、違う、間違えた、オリガノで、くっつかないか、くっつくシート、くっつくシート、つい癖で魚を焼くときは、シートを引いてしまったけど、それはいらない。バター、バター、中火でね、皮面の方から焼いていきます。
取り重ねと、
全部入れませんが、これがね、全然効いてないので、ちょっと入れたけど、黒酢やから、めちゃくちゃ酸っぱいわけじゃないですか。それも食べるわけじゃないで、チンゲン草がしんなりしてきたら、もう一回、炒めを入れて、もしそうザーッと混ぜたら炒めます。完成です。ちゃう、まだ最後仕上げ。そうです、ごま完成です。